お前はもう死んでいる。はい、というわけで、すすきの YouTuber のたまさまです。今回はですね、ずっと未開封だったあれを開けたいと思います。はい、というわけでですね、あれっていうのが、ちょっとタイミングが遅れてしまったんですけど、最近ね、いろんなパターンのやつがあるんですけど、僕結構この漫画が好きで、はい、これがね、ビックリマンとコラボしたっていうやつが出たので、初めてのね、こういうの大人買いしちゃいました。はい、のでちょっと皆さんと一緒にね、開封してみようと思います。こちら、でん、北斗のマン。いや、ちょっとネーミングがちょっとね、エロスな感じですけど、まあね、大人のビックリマンチョコみたいな感じで、はい、開封していきたいと思います。こちらなんですけど、全部でね、種類が、24種類、全24種類なんですけど、この中に入ってるのがね、1箱に30個入ってます。で、その30個の中でどのぐらいね、出るかという、はい、まあ検証を兼ねて開けていきたいと思います。じゃあ、いきます。あ、これね、ここ取るとこういう感じで、開きますね。ね、お店では多分こういう感じで売られてると思います。はい、僕的には好きなキャラがレイとトキなんで、この2つがあるとすごい上がりますけどね。じゃあ見ていきます。一発目、ハート様ハート様が出ました。いてよーのハート様ですね。はい、というわけで残り3つになりましたね。3個、ででん、もうね、これだけ開きましたね。これはドルドルでチャームにしたいと思います。はい、ビックリマンのお菓子食べ放題。はい、というわけで、まあ、現時点でなんとほぼほぼですね、かぶりが4枚しかないんですよね。種類としては全24種類のうち23種類出てます。あと1種類、はい、ではあと残り3つでその1種類出るか見ていきたいと思います。あと1種類ね、こうジードなんですけど、はい、意外となんかちょっとレア度の高そうなやつはもう出たんで、はい、あとはジード1枚が出ればコンプリートです。さあ、ラスト3、どうしよう。ああ、これね、ユリアさんですね。ラスト2、おっと、悪くないけど、悪くないけど、ブラックアオーでんそしてラスト1、はい、ラスト1です。出るかな。よし、これみんなで見ましょう。ジードかな、ジードじゃないかな。せーの、はい、おお、すごい。めっちゃこれ、ほんと、やらせじゃなくて、ほんとにちゃんと、これラス1ですから、ラス1。もう。あ、ね、こちらのやつで。はい、全24種類。24個目にして揃いました。ありがとうございます。いや、すごいですね。いや、なんかこんな奇跡があるとは。
はい、でもめでたく、はい、24種類全種類をコンプリートしました。北斗のマン、はい、皆さんもよかったらね買ってみてください。ちなみに本当にね、なんかこう僕もこう小学生の時にね、あのビックリマン全盛期だったんですけど、お菓子がね美味しいんで食べてくださいね皆さん。はい、シールだけじゃなくてお菓子も食べましょう。うん、これで美味しいんで、ぜひお菓子もちゃんと食べてくださいね。それでは今回は北斗のマンね、一箱で全種類コンプリートできるか、見事ね24種類ねコンプリートできました。皆さんも、ね、こういう、まあ、コレクターっていう方はね、まあ、いると思うんですけど、はい、よかったらね、挑戦してみてください。また。